現在エネルギー充填 98%、 あと少しです。なぜだ。なぜ白木月の落とし子たちは私の邪魔をする。私は白木月と一つになりたいだけなのに。白木月もなぜ私を受け入れようとしない。私とお前はついである双子星なのに。別れた後の時間が白木月を変えてしまったのか、それとも私が進化の方向を間違えた。いや、私が間違うわけがない。私は正しい。絶対に正しい。間違っているのは白木月の方だ。私と融合して正しい進化を遂げよう。そしてそれを拒む者は消えてなくなるがいい。攻撃を開始しました。これでは近づけません。直撃を避けるだけで精一杯です。左舷より新手の攻撃衛星が多数接近中。黒き月の中からも続々と現れています。畜生、数に任せてめちゃくちゃに撃ってきやがる。一体どれだけいるんだ。被害状況は？ D ブロック左舷に直撃。伝送系がオーバーロードし始めています。タクト、エルシオールはまだ攻撃できんのか。このままではファーゴの時の二の舞じゃぞ。タクト、もうダメ。機関部をやられて出力が上がらない。後方に下がるわ。すみません、私もバランサーが故障しましたわ。戦線を離脱します。了解、援護に向かいます。あとは私とミルフィーだけか。弾幕が薄くなっちまうね。フォルテさん、危ない、後ろ。うわっ。ちくしょう、やられた。悪い、ハッピートリガーももう動けないよ。フォルテさん、離脱してください。私だけでもエルシオールを守ります。私やります。タクトさん言いましたよね、諦めたらそこで終わりだって。だから私諦めません。司令、攻撃衛星5機こちらに突っ込んできます。直撃きます。
暴力系に致命的なダメージを受けた模様です。全システム起動停止。なんだと。じゃあここで立ち往生か。アロモ大丈夫か。くそ、何も見えねえ。無理です。レーダーもソーダも何一つ効きません。私だけになっちゃった。うん。私が何とかしなきゃ。私が。タクトさんが言ってた。私は幸運の女神だって。ラッキースター、あなたも頑張って。私たちでみんなを助けなきゃ。タクトさんの気持ちに応えたいの。お願い、ラッキースター、私に力を貸して。私の一生分の幸運を全部使ってもいいから。だから、だからお願い、今。これは何なんだ。何が起こった。ありません。急に全システムが復旧して、とてつもないエネルギーが計測されています。クロノブレイクキャノンも一瞬でチャージが完了しました。だからこんなことあるわけが。おいタクト、お前なんでこの状況で落ち着いていられるんだ。はあ、了解。クロノブレイクキャノン発射準備。終わったな。やった、やった、私たちの大勝利よ。これでようやく安心して眠れる日々が戻ってきますわね。やれやれ、どうなることかと思ったけど、なんとか勝てたね。この戦いもついに終わったのですね。白き月から通信です。マイヤーズ司令、よくぞ黒き月を打ち倒してくださいました。これでトランスバール公国と、そしてそこに生きる数えきれない人々の未来が救われました。本当にありがとう、マイヤーズ司令。いや、よくやってくれたマイヤーズ。そなたは広告の英雄と呼ぶにふさわしい男だ。私からも礼を言わせてもらう。ありがとう。私はタクトさんが無事なだけでよかった。ラッキースターからの応答ありません。
そうか、もう出発するか、タクト。そうかのう、わしはやっぱり軍服の方が着心地が良いわ。わざとらしく呼ぶでない。まったく人の苦労も知らんで。唯一の皇族である芝王子がいきなり自分は皇位を継承しないと宣言なされた時には心底驚いたわい。皇家内部の争いに皇国中を巻き込んだ責任を取るというのがその理由じゃったが、実に潔いお覚悟じゃった。おかげでこちらは大変じゃがな、クーデターの後始末に加えて共和制に移行するための改革も進めねばならんのじゃから。まあそれもあるな。わしの役目は混乱の収拾と次の世代への基盤作り。これはこれでやりがいのある仕事じゃよ。決心は変わらんのか、タクト。今後のためにぜひお前の力を貸してほしかったのじゃが。そうか。では、もう何も言うまい。達者でな、タクト。見送りに行かなくてよかったの、シヴァ。はい。ここから見送るだけで十分です。次に彼と会う時には、あなたはどんな風に成長しているのでしょうね。私も楽しみだわ。さあ、まだわかりません。自由な未来というのは漠然としすぎていて。ですが、一つだけ心に決めていることがあります。そうなの？よかったら教えてちょうだい。実に多くの犠牲を生みました。戦場で散った兵士、巻き込まれた民間人、父上や皇族の方々、私が今ここにいられるのもそういった人々がいたからこそ。それは決して忘れてはならないと思います。彼らのためにこれからを生きる人々のために、この世界をより素晴らしいものにすること。それが私のなすべきことです。シヴァ、その気高い志を母として誇りに思いますよ。ありがとうございます、母上。私のふるさとを守るため、力を尽くしていきます。タクト、ありがとう。みんな、わざわざ見送りに来てくれて、どうもありがとう。本当に行ってしまわれるんですの？私たちも白き月もミルフィさんのおかげで助かったというのに。ありがとう、ミント。
でも私は紋章機を動かせなくなっちゃったんだもん。だからってエンジェル隊を辞めることはないじゃない。もう決めたことだから。それに紋章機を動かせなくなったのと一緒に極端な運もなくなっちゃったみたいなの。なんだかこれからは普通にうまくやっていけそうな気がするんだ。普通にうまくってちょっと変かな。ミルフィーならどこに行ってもうまくやれるよ。エンジェル隊のことは心配いらない。あんたの分までしっかり働いてみせるからさ。はい、フォルテさん、今までありがとうございました。落ち着いたら連絡をください。うん、バニラ、楽しみに待ってて。ミルフィーさん、シャトヤーン様からメッセージをお預かりしています。いつでも遊びにいらっしゃい。白き月はいつでもあなたを歓迎しますとのことです。シャトヤーン様、ありがとう。必ず遊びに行きますってお伝えしてちょうだい。ミルフィー、本当に元気でね。ランファ、そんなに悲しまないで。二度と会えなくなるわけじゃないんだし。悲しくなんかないわよ。むしろあんたとの腐れ縁が切れてせいせいしてるくらいよ。たく素直じゃないね、ランファは。ミルフィーさん、そろそろ時間が。あ、もうシャトルが出る時間だわ。早く行かなきゃ。お名残惜しいですが、さよならですわ。元気でやるんだよ、ミルフィー。今までお世話になりました。絶対に連絡よこしなさいよ。そうじゃなかったら宇宙の果てまで追いかけてでもぶん殴ってやるんだから。うん、わかってる。みんなも元気でね。それじゃあ。あ、ミルフィーさん、ちょっといいですか？え、何？宇宙クジラからの伝言を忘れるところでした。幸せは思いのほかすぐにあなたの前に現れるだろう、だそうですよ。え？幸せって？あ、いけない、本当に乗り遅れちゃう。それじゃあみんな、さようなら。やれやれ、最後まで慌ただしい子だね、ミルフィーは。強運のおかげでいろいろ振り回されもしましたけど、今となってはいい思い出ですわね。ミルフィーさんはなぜ極端な運の波がなくなってしまったのでしょう。さあ、やはり紋章機を動かす力を失ったことと何か関係があるのでしょうか。さてね、ただこれだけは言えることがあるよ。運ってのは人間の力でコントロールできるようなもんじゃない。そんなことがあっちゃいけないものなんだ。でもミルフィーはたった一度そのやってはいけないことをやった。だから力を失ったんじゃないかね。そうなのかもしれません。でもこれでよかったのかも。あの子、自分の強運を内心では嫌がっていたから。それに運が味方しなくたってミルフィーならどこに行っても幸せに暮らしていけるわ。
スが行っちゃった。タッチの差だったのにな。次のバスが来るのは、へえ、3時間後？ついてないな。って、そっか。もうついてるついてないは関係ないのよね。はぁ、タクトさんは、今頃、どうしてるのかな。うん、さてと、バスが来るまでお茶でも飲んでよっと。え？タクトさん、どうして？どこまでもついていきます。